はい、こんにちは、影丸です。今日はPS ビータの Wi-Fi 接続設定の手順の説明です。まず Wi-Fi ビータじゃないわ、すみません。今日はロジテックの無線ブロードバンドルーターで説明いたします。まず PS ビータのトップページから下に行きます。設定をタッチしていただいて続ける、でネットワークですね、タッチしていただいて Wi-Fi 設定、そうすると無線 LAN アクセスポイントの検出が始まります。で、ロジテックの無線ブロードバンドルーターにつなぎますので、こちら、SSID がロジテックユーザーになるはずです。ゲームユーザーではなくてロジテックユーザーですね。で、パスワードが出るんですが、確かですね、ちょっと待ってください。ここに WPS ボタンがあるんですよ。なので、あったこれ WPS で設定しちゃいます。 WPS で、ここのボタンを長押し、ランプが光るはずなんですけど、光りましたね。これで OK です。本当ならこの SSID じゃなくて、すみません、ウェブキー、WPA キーですね、暗号化キーをパスワードに設定するんですけれども、WPS ボタンで簡単に接続も可能です。で、ロジテックユーザー登録しました。OK ですね。それで、元に戻っていただいて、まだこの状態だとつながってないんですよ。で、もう一回 Wi-Fi 設定出していただいて、このロジテックユーザーを開きます。で、ここの接続を押してもらえれば、接続中ですってなってますよね。はい、これでやっと Wi-Fi 接続になるという形になります。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。